低内途中のウィドマンシュ鉄点構造、ウィドマンシュ鉄点構造は、鉄とニッケルを多量に含むオクタヘドライト、ガッタイン石において見られる特有の構造のことである。金属ニッケルの結晶が成長することによって形成され、カマサイトと低内トの帯状組織からなり、これらの組織はラメラと呼ばれる。オクタヘドライトガタイン鉄は6から14%程度のニッケルを含む。 陰鉄の生成過程で冷却時間が長長期間かかるとニッケルが結晶化し分離する。そのため陰鉄の起源が大きな母体天体の内部にあると予想する材料となる。ウィドマン主鉄点構造を持つ陰鉄を切断し、硝酸や塩化鉄などの酸によるエッチングを行った後研磨すると分離したニッケル結晶の特徴的な形状が観察可能となる。 ニッケル結晶の大きさが数センチメートルにも及ぶ、この構造は現在のところ人工的に作り得ないため、存在の確認によって隕石が偽造品でないことの証明が可能である。この構造を持つ陰鉄を用いて鉄製品を製造した場合、形が歪むものの構造自体は残されていることが多く、鍛冶屋における通常の作業においては、 完全に構造をなくすことは難しいとされている。基本的に鉄とニッケルを多量に含む陰鉄で形成されるこの構造であるが、これらでのみ、ウィドマンシュ鉄点構造が形成することはなく、他の金属の組み合わせにおいても場合によっては形成する場合がある。例としては、銅をベースとした合金に大量の亜鉛が含まれる場合、銅中に 針のような形で形成されることがある。しかしながら、鉄とニッケル間で形成される形状とは大きく異なったものとなる。この構造は、オーストリア人の印刷業者であり、科学者でもある、ベッカー・ウィドマンシュテッテンが1808年に発見したとされることから名付けられた。しかし、ウィドマンシュテッテンの発見よりも前の1804年、ナポリにおいて、ジー・トムソンが 同構造を発見し、フランス語の論文を発表したほか、彼の死後の1808年にもイタリア語で発表されている。これにもかかわらず、ウィドマンシュテッテンの名がついている状態は、1806年にトムソンが救世し、さらに英語での論文を執筆しなかったがために発生したと考えられている。ウィドマンシュテッテンによる発見が独立であったとはいえ、 今日の視点から考えると発見の優先権は G. トムソンに与えられるべきであるとし、ウィドマンシテッテン構造をトムソン構造と呼称することを提案する研究者も存在する。ありがとうございます。